一番最初、ナレーション。ワイトベースはシャアの攻撃を退けて、北アイルランドを後にした。しかしその中にシャアの見つめを受けた少女が潜んでいた。ミハルラトキエ。決してスパイを職業とする少女ではない。ミハルがプロのスパイではなくて、軽い気持ちでジオンに情報を流していた少女っていうのがわかる。今の時代で言うと、無んりなくネットで人の悪口を書いてるぐらいの意識なんですね。もちろんそれが良くないことっていうのは分かってるんだけども、そんな悪いはずがない。現にそれで弟や妹が増えて だから、どこがが悪いいいんんだだっってて開きき直りがででるぐららなんですよだからといってホワイトベースに潜入するっていうのは、三春がこれまでやってきたスパイ行為の範囲を明らかに超えてるんですね。だから、ホワイトベースの潜入というのに対しては、三春ももらってびっくりなぐらいの大金を最初にもらうわけですね。成功すればさらに金がもらえるぞ。ということで、三春はもうこれで戦争がないところに家族3人で引っ越そうというふうに考えるわけですね。ただ、三春がこんな潜入してるからといって、その後、本当に三春を回収してくれたのかっていうのは、わかんないままですよね。